はい、皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイ続けていきたいと思います。前回からアメリカ本土攻撃を始めているんですが、お気づきの方いらっしゃるかもしれません。最初からやり直してます。ちょっとアメリカ軍の防衛戦力が多すぎて、まあ正攻法では太刀打ちができないということもあってですね、艦隊を使って一度この敵の拠点を潰そうというふうに思ってます。これによってミリタリーバランス、これをね、一転させていこうというふうに考えています。まあ、初期配置で艦隊が、用意されている、戦艦や空母がこれだけ用意されているっていう理由は、おそらく、この艦隊を使って奇襲攻撃で敵の拠点を叩けというね、制作側の意図もあるんじゃないかなと思うので、ちょっと今回は、前回と作戦を大きく変更してですね、一気に、敵の、まず一つ目の拠点へと向けて、艦隊を出撃させていきましょう。まあ、よってですね、先に下ろすのは冷戦から下ろします。で、まあ、冷戦はですね、武装、これを変えることができる、まあ、いわゆる兵装転換というやつですね。これによって、爆装にすることもできるんですが、ちょっと検証してみたところですね、60キロ程度の爆弾を落とすぐらいだったら、機関砲で攻撃した方が、少なくともゲーム上はですね、削りがいいので、今回はですね、兵装転換はせずに、あくまでも、機関砲による機銃装甲で敵の拠点を、潰していく、叩いていくっていうのをね、ちょっと考えていこうかなと思ってます。ご覧のような形で展開をしていっています。冷戦を、ま、一機でも多く空母に乗せて、そこから出撃していってもらいたいと。まあ、そういう意図ですね。話はね、完全に変わっちゃうんですけど、モデルナのワクチン2回目を接種してきました。副反応、副作用の話は、まあ、ネットとかでいろいろ見ていたところはありますし、奥さんがファイザーのワクチンを打って、いたというのもあって、まあ、そこから聞いてる話だと、まあ、副作用ある程度あるよというのはね、認識をしていたんですけども、モデルナ、僕はですけど、想像以上にきつかったですね。まあ、打った当日はですね、まあ、ちょっと腕が痛いかなぐらいだったんですけども、次の日の朝、まあ、早朝ですね。なんか暑苦しいなと思って目が覚めたら37度ちょっと熱があってですね。その後じりじりと熱が上がっていって、その日は終始38度から39度ぐらいですね。で、恐ろしいのがその翌日、まあ、つまり打った日の翌々日なんですけども、その日もですね、まあ、熱が、まあ、午前中いっぱいぐらいはあって、主な症状としては、まあ、腕の痛み、まあ、高熱と言っていいと思うんですけども、39度ぐらいの熱。まあ、さらに、まあ、関節の痛みですね。まあ、よくある、インフルエンザとかでね、節々が痛くなるようなっていうのはあると思うんですけど、まあ、それに近い症状ですね。ちょっと冷戦があんまり出れてない状況になってるのかな。できるだけ冷戦は数を用意したいので、惜しみなく出撃させていきます。で、冷戦も重要なんですけども、艦隊を守るためにですね、駆逐艦も生産します。残念ながらまだ軽空母、潜水艦、駆逐艦、輸送船しか生産できない駆逐艦にします。そして、ヤマト以下なんですけども、さらに、北上します。一気に敵の、このね、見えている基地司令部をぶっ叩こうという作戦ですからね。まあ、その間、なんとかね、この、味方の司令部の周りを守り切るというのが、重要なミッションになってくるかなと思いますね。では、冷戦から発進していきます。といっても、まあ残念ながら、
一機だけですね。ここだと攻撃は、あ、当たるっちゃ当たるんだ。でも一応、まあ普通に考えたら、冷戦を出して、近くの状況を確認しておきましょう、先にね。うわ、余計なところで、しかも一撃死した。これだよなぁ。一撃死するんですよね。せっかくの貴重な冷戦が、一撃死してしまいましたが、ま、気を取り直していきましょう。詰めておくというのはとても重要ですね。では、艦砲射撃していきます。ヤマトの手法から撃っていきましょう。これでどんくらい削れるかですね。5ぐらい削ってくれたら超嬉しいんですが、ゼロ。ゼロ。マジか。ゼロか。いやー、今後もゼロか。なんかちょっと思った以上にこの作戦も機能しない気がちょっとしてきましたが。まあ、気を取り直していきましょう。本当に強そうですね。まあ、港は奪われないように、まあ、最悪沈められてもいい補給船を配置して対抗しておきます。で、その中で占領されてしまった拠点に関しては奪還をしっかり行いましょう。これによって部隊を下ろせる場所をね、しっかり確保しておかないと、結果的にひどい目に遭いますので、艦砲射撃で残念ながら敵司令部に与えたダメージがゼロという衝撃の数字が出てますけど、まあこれは冷戦で巻き返しましょう。今回やり直しをしてるんですけども、その途中まで進めた感じだとですね、まあ日本軍とアメリカ軍の総数の比率なんですけど、まあ、約3倍ぐらいの開きがあるように感覚的には感じました。なので冒頭からお話している通りですね、まずは敵の司令部を叩いて一つ、敵のね、軍を壊滅させたいという意図があるので、まあ、今回その作戦通りに今進めているところなんですけども、すでに冷戦の21型や早部境、まああえて言いますが、ごときではですね、アメリカ軍の最新兵器に歯が立たないという状態なので、まあ、犠牲を覚悟の上で、攻撃をね仕掛けていっているという状況です。さあ、では基地司令部に攻撃仕掛けていきまーす。なんとか当たってほしいですね。1か。たったの1か。たったのがたったの1か。もうちょっと削りたかったかな。そうなると、あえて、ヤマトなんかは、まあ、全く敵の司令部にダメージが通らなかったという反省点あるので、このシャーマンとかを撃沈し、撃破して、そこに、どうだろう、冷戦を進出させるっていう方がなんか現実界として正しそうな気がするな。ちょっと試してみましょうか。そうですね、ここもなんとかうまく敵に攻撃を当てて、そこにスルスルと入り込んでいくっていうのがね、まあ一つ現実的なところかなと思いましたね。うわ、ゼロだ。当てられた数がゼロだわ。これは思った以上にしんどそうだなという感じがちょっとしてますが、まあめげずにしっかり奮戦して、いきましょうか。さあ、では今回でなんとか仕留めたいと思うので頑張って、ここを基地司令部の攻撃に、なんとか、攻略の糸口を見出していきたいかなと思います。あと4まで来ましたね。冷戦。これを出して、なんとかここで決着つけたいので、残り4。削り切ってくれと。祈りを込めて。ヤマトからの艦砲射撃。
行っていきましょう。決めてくれ。決めた。ドーンと。これでどうだろう。だいぶ減ったは減ったよね。だいぶ救われたと思います。それではこのまま、機動部隊は北上してですね、こちらの司令部狙っていきましょうか。いやー、でもきついなー。冷戦の数がちょっと足りないですよねー。さあ、では敵、駆逐艦発見してますので、こちらも魚雷攻撃仕掛けていきまーす。うわ、相打ちだな、これは。機動部隊がやられるわけにはいかないというのがありますからね。冷戦の数がちょっと足りないのをどうやってカバーリングするかですね。話は全然変わるんですけど、モデルナのワクチン2回目接種先日しまして、まあインターネットなんかでね、いわゆる副作用については、事前情報は収集していたんですけども、想像以上にきついので、もしこれからですね、モデルナワクチン接種、特に2回目されるご予定のある方は、解熱剤と、あと翌日、そして翌々日のスケジュールは事前に調整されておいた方がいいのかなと思います。もちろん、個人差、いろいろあると思うんですけども、僕に関してはですね、本当にきつくて、まあ、接種した当日こそですね、まあ、大したことないというか、まあ、知れてる感じで、まあ、打ったところが、まあ、ちょっと痛いかな、ぐらいだったんですね。ただ、恐ろしいのが、翌日の早朝からでした。まあ、とにかく、熱ですね。熱がもう本当にひどくて、まああくまでも僕の場合ということにはなるんですけど、打った翌日の早朝がですね、だいたい37度ぐらいだったんですけど、そこからもうずーっと、上がる一方で、最終的にはですね、39度まで上がって、それが一日中続きました。さらに恐ろしいことに、その翌日もですね、まあ、お昼過ぎぐらいまで熱があって、まあ、ほぼ丸々48時間ずっと熱が出っ放しっていうね、そういう状況だったんで、まあ、本当にこれから受けられる予定のある方、もちろん、個人差は当然あると思うんですけども、まあ、十分にいい準備はね、されておいた方がいいのかなと思いましたね。さあ、では部隊の方ですが、このまま頑張ってなんとか先へ進んでいきましょう。ここにいるのが空母 SX 級と軽空母がいるな。これは撃破しておきたいよな。まあ、長門による艦砲射撃でまずはこの SX 級、これ撃沈しましょう。さらに、本郷から、駆逐艦を狙い撃ちします。駆逐艦ダメージを負ってますが、空母相手だったら戦えると思いますので、空母に攻撃仕掛けていきましょう。こんな感じですね。炭鉱や艦爆がちょっと数用意できてないというのが不安材料ですかね。ここにいるのがアイオワ級、ノースカロライナ級がいますね。これらと艦砲射撃で撃ち合うことになると思うんですけど、どうでしょうね。この駆逐艦は生還は難しそうですね。どうしても炭鉱が欲しいですね。艦上攻撃機欲しいので、なんとか艦上攻撃機を空母に搭載できるような状況に持ち込んでいきたいと思います。
はい、では今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね、敵の2つ目の拠点、こちらまで攻撃を仕掛けていきたいと思います。このステージなかなか骨が折れそうです。